高賀三郎午後2時30分1電話通せず窓越しに見える初秋の空は群青色に輝いていた午後3時近く東京新報社の編集室はひっそりとしている 当初を整理していた桜沢百合子は今しも薄い汚れた西洋封筒の封を切ったが中身に目を通すと「あら」と言ったがすぐにつまんで取ってつけたような丸っちい鼻にふふんとしわを寄せたそうして足元の紙くず籠に投げようとしたがまた思いとどまって隣席にいた羽田京介の方に 尖った青を突き出して、「これどう?」と言った「非常時犯罪色」という囲いものの記事を書いていた京介はまん丸い顔をねじ曲げて百合子が投げた刀匠を拾い上げたが「おお」と言った午後2時半ヨドバシ区東大久保1丁目鮎場義彦の家に人殺しがある。 無実の罪着る人できる助けてください巻き紙に墨で達筆に書いてある悪いいたずらねえ百合子は京介になんだと言われるのを警戒するように言ったふん、はあ、しかし京介は考え込んだ巻き紙に書いて制御封筒に入れるなんて それもさ、こんな汚れた封筒に。百合子がしゃべり続けるのを、京介はおさえて。うんうん。しかし、ともういっぺん言って。こら、外国人だぜ。無実の罪切る人なんて。関西の方の人、そんな言い方するんじゃないああ。だが、このくたさいがおかしいよ。字の達者なところから見ると。 これは半島人かそれともシナ人えシナ人だって大久保の鮎場というのに覚えがあるおい鈴木と九児を呼んでうちの新聞の閉じ込みを持ってこい九児の持ってきた閉じ込みを四五日分遡って熱心に調べたがああ、あったぞこれだああ 思いだしした。ゆり子は叫んうね。そうでしょ。社会面のトップ四段抜きの初号活字で「国宝の色紙盗まる鮎橋の朗媒」とあって「国宝に指定こそされていないが国宝中の国宝」とも言うべき我が国唯一の紗理教の親戚の色紙がいつの間にか バ家の堅牢な金庫の中から消えていたことが報じてあった鮎場氏は有名な骨董収集家で京介は声を出して読んだ元はアマチュアだったが今はくろうとの仲間入りをして骨董品の仲介売買をしている同家の所蔵品はいずれも素晴らしいものばかりで数百万円の額に達すると言われている 問題の色紙は世界的にも有名なもので霧の二重箱に収められて特製の大金庫の中に他の品とともに入れてあったが他の品には異常なく色紙だけ紛失していた外部より侵入した形跡全然なく内部のものかまたはここ数日来道家に出入りした客のうちの書類とみられている一両日中に。 指揮士ともに他の骨董品を見た帽子に最も濃厚な権威が向けられている。京介に寄り添うようにして記事に眺め入っていたユリコは大きな息をつきながら。じゃあこの当初は？とにかくあゆばの家に電話をかけてみよう。え？電話を？何の用ですと言ったらどうするつもり？ 紗理教の色紙のことでも聞くさと壁の時計を見上げて3時5分前かじゃあもう人殺しは済んだかなああ百合子は両手で両耳を押さえたそんな君の悪いこと言っちゃ嫌ただ2時半と書いてあるだけで日が書いていないからな人殺しは明日かもしれんが 君も新聞記者じゃないかそう大げさに驚くなよ京介は卓上の受話器をつかんで社の交換手に「ヨドバシの鮎場という家を呼び出してくれ」と言ってバットに火をつけた百合子はもう投書を整理する勇気がなくなったらしく椅子にかけたままぼんやりしていたバットが半分灰になってもまだ電話はかからなかった 京介は受話器を取り上げてどうしたんだあ,あゆばは交換手はいくら呼んでも出ないと言った何いくら呼んでも出ない話中か何話中じゃないじゃあ故障か何わからない局の故障係に聞けしばらくすると返事が来た故障はないそうです 向こうで受話器を外しっぱなしにしているんだろうということです何受話器を外しているかまわんから呼べ呼び続けろ少しはボコボコという音がするから誰か気がつくだろうそれから10分ほど呼び続けたがとうとう出なかった恭介は帽子をつかんで立ち上がったユリっペもうか行ってくるぞ。 2息すでに耐えたりあゆば家は大きな庭に囲まれてひっそりとしていたが別に変わった様子はなかった京介が玄関の呼び鈴を押すとエプロンをかけたまま女中が出てきたおう京介は目を見張った無造作に頭を束ねて 化粧もしていないが、女中が美しかったのでちょっと驚いたのだった。が、そんなことにはかまっていられないので、ご主人はいらっしゃいますかほう。と言ったがすぐに、でも旦那様はお仕事が終わりで。ちょっとでいいんです。お手間は取らせません。僕はとうとう新聞のものです。亡くなった色紙のことで、 女中は困ったように美しい眉をひそめた。今日は誰にも会わないとおっしゃっているんです。お書斎においでのときは出入りしますと叱られますので。ちょっと電話貸してくださいませんか。玄関に電話機があった。京介は入るとすぐに気がついたのだが、受話器がきちんとかかっているのでがっかりしたのだったが、念のため通じるかどうか試してみるつもりだった。 女中はまたもじもじして、ただいまお書斎の方に通じておりますのでなるほど電話機の上に接続機がついていたスイッチの頭が斜めになっている他の部屋の方に通じているのだスイッチを入れ替えればいいんでしょこっちで使っちゃいけないんですかええー、うん昼から電話がかかるから ずっと書斎の方につないで決してこっちでは使ってはいけないと言われていますのでそりゃ大変だ京介は叫んだすぐ書斎を調べてください書斎へ行ってみてください女中はびっくりしたように京介の顔を見たそうしてみるみる困惑の色を表しておっしゃることがよくわかりませんですが 書斎を調べるんです。早く早く京介はせきたてた女中はどうしていいのやらうろうろしていたがこの時に甲高い声がしたどうしたのおぬいさん現れたのは眼鏡をかけた洋装の256の女だったああ雨宮さんおぬいはほっとしながらこの方が 何かか用ですか眼鏡をかけた女はぶっきらぼうに言った鮎ばさんの書斎をすぐ調べてください僕はとうとう新聞の記者ですがさっきからここへ電話をかけたんですがいくら呼んでも通じなかったんです私は秘書ですけれどもね雨宮は自分から名乗って書斎に入ってらっしゃるときに邪魔すると叱られるんですよ でも変ね電話が通じないとは言ってみようか叱られちゃ嫌だな後ろの方は独り言のように言って奥へ入ったがしばらくするとバタバタと足音がして姿は表さず声だけでお姉さん変よ変よみんな呼んでちょうだい書斎をいくら叩いてもお返事がないのえ何ですって お恭いは仰天したように引っ込んだ。京介は構わず靴を脱いだ鮎は義彦の書斎の前に雨宮とおぬいと飯炊き女に下男らしい男とが集まったその中へ京介は加わった雨宮はどんどんドアをたたいて名を呼んだが何の答えもなかった扉には中から鍵がかかっていた僕が呼んでみよう 京介が前に出ると雨宮は？あんまり大きな声を出しちゃだめよ。奥さんに聞こえるから。奥さんがね。体が悪くてお部屋でずっと寝たきりなんですよ。京介は雨宮がしたとおり、扉をたたいて呼んでみたが。やはり中はシーンとしていた。仕方ない。下男はおろおろしながら異様なアクセントで言った。 扉をししましょう。そうね雨宮は相変わらずぶっきらぼうにそうしましょうそうするよりないわ下男はすぐ大きなまき割りを持ってきたやがて扉は切り開かれたが部屋の片隅に白髪頭の五重格好の男が受話器をしっかりつかんだままテーブルにぐったりと寄りかかって突っ伏していた あ旦那様が。下男は叫んだ雨宮とおぬいは顔を見合わせてごっくりと唾を飲んだの誰も部屋の中に入っちゃいかん。部屋の中に倒れているのが鮎場義彦であることともうすっかり事切れていることを知った京介は こう言って叫んだ。下なんとおぬいと召したき。女は青い顔をしてブルブル震えていたが、秘書の雨宮は割にシャンとしていた。そうね。どうやら警察の仕事らしいわね。でもお医者さんも呼ばなくちゃ。け、なんが警察と医者へ電話をかけている。間に、京介は現場を全然乱さないようにして、できる限り綿密に部屋の中を調べた。 部屋の大きさは畳にして20畳くらい2方は庭に向いて一方は壁残りの一方は廊下に向かった長方形だった窓はみんなで3つ両開きのフランス窓で残らずちゃんと閉まっていたんまの回転窓が2つだけ開いていたがこれはかろうじて猫が通れるくらいのものだった扉はひとつきりで、確かに 内部から鍵が下ろしてあった。さすがに骨董収集家だけあって値打ちのほどはわからないが仏教やこぶきや陶器の類いが数多く整然と飾られていたそれらのものは少しも取り乱されてはいなかった一方の窓によって大きな机がありそのやや左の方にテーブルがあってそこに電話機が置かれていた。死体は、 そのののテーブルの前の椅子に腰を下ろし、ちょうど受話器を握った途端に息が絶えたように左手で受話器を握りしめ右手は椅子の端をしっかりと掴んでがっくりとなってテーブルの上に顔を斜めにして突っ伏していた凶器らしいものもなく血の痕跡もなく受話器を手にした時に心臓麻痺でも起こしたかと思われるような死に方だった 頭はほとんど白髪で少し黒ずんでいるが絹糸のように光っていたそうした頭の割には額にしわは少なく生きていた時にはかなり精力的な人間であったろうと思えた角ばったあごがひどく闘争的に見えたかなり注意して調べたけれども部屋の中には何一つ変わったことは見いだせなかったただの病死かなあ 京介が思わずこうつぶやいたときに、どやどやと足音がした。例の元気のいい師匠を先頭にして、医師と警察の一行が同時にやってきたのだった。京介は手短にここへ来たわけと、吉彦の変死を発見した次第等を出張してきた所長に話した。京介は長い間部屋の外で待っていた。そのうちに、半賢時の一行がやってきた。 京介はハッとしたやっぱり他殺だったのか「閉めたぞこら大きなスクープだチャンスを逃すな他者のやつをあっと言わさなきゃそんなことを考えていると不意に耳元で変にしわがれたダミ声が響いたハッハッハハッハッハッハハハハハハ探偵小説じゃな。 京介はびっくりして顔を上げた。とすぐ近くに背の低い割に大きな顔をしてしかもその顔に顔全体を占領しているような先の垂れた曲がった鼻をつけた異相の男がその鼻を飲んでしまうかと思われるような大きな口を開いてカラカラと笑っているのだった京介は初めて見た男だったがすぐこの男は 手塚竜太という表向きは弁護士内実は悪いことをするやつをとっちめては懐を肥やしているという油断のならない人物だということが分かった巧みに法律をくぐる上に優れた探偵的手腕があって警察でも時々力を借りたりするのでいまだに尻尾を押さえられないでかえって大手を振って警察に出入りしているのだった。 家へやってきた理由はこれも間もなく分かったが彼は例のきょ教の色紙のことでちょうど警察に居合わしたところへ返事の通知がいったのである歌人一同に京介も加えて広い応接室に入れられたここで検事の尋問が始まろうというのだ頭をきれいに分けた若い検事が 小脇に抱えていた折りかばんをテーブルの上に置いて、一堂をじろりと見回して、やおら口を開こうとする途端に、部屋の外で鋭い叫び声がした。義彦が殺されたというのは本当ですか？どうして殺されたのです？話してください。話してください。そう叫びながら、刑事に守られてよろよろと部屋の中に入ってきたのは。 よほど気丈なものでもゾッとしないでおられないような痩せ衰えて死人よりもまだ青い顔をしたもう50に近いかと思われる女だった骸骨のような女は部屋の中でいち早く秘書の雨宮を見つけるとふらふらとそばに寄ってきて骨ばかりの指をブルブル震わせて彼女を指さしながら「この女です!」 彦を殺したのはこの女です何です失礼な雨宮はたちまち真っ赤になって叱りつけるように言った私が殺したってバカなあんなスケベ豚を誰が頼まれたって殺すものかあの女ですあの女が殺したのです雨宮の激しい剣幕にタジタジとなった女は訴えるように 検事の方に振り向いて言い続けた。義彦を殺したのはあの女です。夫を殺したのはあの女です。静かにしてください。けんじは手を挙げて接しながら。あなたは奥さんですか？はい。病気で寝ておられるんですね。はい、もう見つきばかり寝たきりでございます。 無理をしてはいかんでしょう。まあおかけなさい。そう言って検事は天宮の方に向き直った。あなたは？住み込みの秘書です。いつ頃からいるんですか？今月で半年になります。すると婦人の床に着かれる以前からですね。おかしな聞き方をなさいますね。天宮は突っかかるように言った。 夫人が病気になったのは私のせいじゃありませんよ。病人のくせにひどいやきもちやきで、誰でもしつこく疑うもんだから、奉公人はちっともいつきやしない。半年も続いた秘書は私だけです。うん。検事は皮肉な微笑を浮かべながら。秘書というと、どういう仕事ですか骨董品の目録を作ること。 色々と問い合わせてくる手紙の返事取引関係の客の応対そんなことが仕事ですでもあのいやらしい豚はとさもニ肉しそうにあたしにもっとほかの仕事をしようとするんですわ奥さんの役のもまんざら根のないことじゃないと言えますわよいやらしい豚とは何のことですかまあ悟りの悪い方ね 殺された主人ですよ。まるで豚のような下劣な男ですあなたはなぜそんな男のところに半年も勤めていたんですか驚いた雨宮はメガネをキラリと光らせて検事を睨むようにしてあなたは私にもっと卑しい仕事をしろというのですかそれとも私も母も飢え死にをしろとおっしゃるのですか 嫌な思いをしないで今だけの給料をもらえるところがあったら世話をしてくださいわかりましたでは生活のために忍んでいたというのですねあなたが忍んでいたというのはどういうことですか詳しく言ってください何かというと手を握ったり言うことを聞けと言って口説くんですよ検事なんて人は大勢の前でこんな恥ずかしいことを言わせるのがお仕事なんですか その女の言うことはみんなウソです腰を下ろしていた婦人がよろよろと立ち上がりながら叫んだその女は私を追い出してこの家を乗っ取ろうとして義彦をたらし込んでいたのですそして挙句に義彦を殺してバカな雨宮は真っ赤になって夫人のほうに詰め寄りながら もう一度言ってごらんなさい。ただでは起きませんよ。二人とも静かにしてください。検事は制して雨宮に。このごろご主人はどんなふうでしたどんなふうって別に変わりありませんわ。紗理教の色紙を盗まれたと言ってがっかりはしておられましたが今日最後にご主人に会われたのは何時ごろでしたか 昼食の後、そうですね、一時頃でしたか。書斎へ入ろうとされる時が最後だったわけですね。その時に誰が来ても断るように、それから電話を書斎の方に繋ぎっぱなしにして、決して切ってはいかんと言われました。誰かから電話がかかるわけだったんですね。誰からだかわかりませんか。誰からとも言われませんし、聞きもしませんでした。 いつも電話は書斎につないでおくのですかいいえ、玄関の方にかかってきてからつなぐのです。商売上、秘密を要することが多いので、電話は大抵書斎で聞かれました。今日はどういうところからかかりましたかそうですね。私の取りついたのは、ブラントさんとオールフさん、それから大津さんそれだけでした。おう。 外人との取引があるんですね。ええ、何しろ品物が品物ですから。どうかすると外人との取引の方が多いかもしれません。最後の電話は誰からで、何時頃でしたか。オーロフさんからです。11時頃でしたか。その時も書斎の方に繋いだのですね。ええ、庭においででしたが、電話だと言うと書斎に入られました。 11時頃電話を聞いてからずっと書斎でしたかいいえまた庭に出て昼食まで土いじりをされていましたそれで1時頃また書斎に行かれたのですねええそうです来客はありましたかええブラントさんが9時頃それから10時少し以前に樋口さんが何樋口 んじは遮って樋口昇ですかええー、そうです二人とも商売のことですかええー、ブラントさんはそうですけれども樋口さんは他のことでここでちょっと口を切ってしばらくためらった末鮎場さんと激しく言い争っておられました言い争ってうん どういういことでですかよくわかりませんが紗理教の色紙のことのようでした何紗理教の色紙ええ樋口さんはプンプンに怒って貴様のようなやつは殺してしまうぞと言っておられました何殺してしまう検事が思わず乗り出した時に司法主任の警部補が入ってきた 4. 青年無実を訴う検事と司法主任とは小声で話し合ったが京介は幸いに近くにいたのですっかり聞くことができた死因は中毒です司法主任は言ったそれも毒物を塩化したのではなく毒ガスを吸引したのです何検事は反問した 毒ガスだって。氷化水素かシアン化水素か。とにかく非常に猛毒なもので。一息吸えばたちまち参ってしまう種類の毒ガスだそうです。それが電話の草脇の筒の中に仕込んであって、受話器を外す途端に草脇の口から吹き出す仕掛けになっていました。うーん。ケンジはびっくりしながら。すると、 11時から1時までの間に誰かが仕掛けたのだね午前11時が最後の電話で1時には主人が書斎に入っているからそのとおりですどうも内部のものらしいですねんじはうなずいてしばらく何か考えていたが机の上のメモに目を落として「山田おぬいさん」と呼んだ呼ばれておぬいはんじの前に出た ケンジもおぬいの美貌にはちょっと驚いたらしくしばらく顔を眺めていたがあなたはここの女中さんだねはいどれくらいいるひとつきとちょっとです今の調べを聞いていたろうが雨宮さんの言ったほかに電話がかかったり来客はなかったか私のところへ一度かかりましたけれども旦那様ではございません 君のところへかかったのは何時頃だった10時ちょっと過ぎでございましたそれは書斎の電話とは関係ないわけだねそれで君は11時から1時までの間に書斎に入らなかったのかはい入りません雨宮さんケンジは思い出したように呼んだあなたは11時から1時までの間に書斎に入りませんでしたか ええ、入りませす雨宮は相変わらずぶっきらぼうだった次は下男の調べだったんじはメモの紙を取り上げて「陳晴明うん台湾の生まれかねええそうです」んは異様なアクセントで答えたいつごろから内地へ来ている10年以前です ここの家には二つきです。うん、みんな新しいのだな。何をしているのかね、君は。庭仕事が主です。それから時々使いに出ます。今日十一時から一時までどこにいたかね。庭におりました。旦那様のお相手をして一時には。 台所でご飯を食べていました。誰か怪しいものを見かけなかったか？見ません。旦那様は殺されたのですか？そんなことは聞かんでよろしい。では、横田とく。呼ばれたのは飯炊き女だった。君は台所で働いているんだね。やはり新しく来たのかね。 いや飯炊き女は首を振ってわしは長くおりますだもう3年を超えてますだよそうか君は最古んだないいえわしそんなもんではねえだははは、<laughs> よろしいそこで君は今朝の11時から1時までどこで何をしていたかね ずっと台所におりました。だ。うん、う、ん、何か怪しいものを見かけなかったか？見えましね。えだけんど怪しいものは家の中にいます。だよ。何家の中にどういうことだね？夜中にさあ起きて家の中を歩き回ったり、昼までも。 好きさえありゃ書斎へ入り込んだり誰知るめえと思ってもわしはああちゃんと知ってますだ誰だそれはこの人でございますだお徳はおぬいを指さしたもう。お徳さんとんでもない冗談もことによりますよ 冗談でねえわしはちゃんと知ってるだ嘘です嘘ですおぬいは叫んだうーんけんじはしばらく二人を見比べていたが勝手にしゃべり合ってはいけないではとお得にお前はおぬいさんが夜中に家の中を歩き回ったり 昼間そっと書斎に入ったりしたのを見たというのだねはいそうでございますだ一度や二度ではなく何度もこの目で見たのでございますだよお徳さんおぬいが言おうとするのをケンジがおさえて君は覚えがないと言うんだねはい覚えがございませんあれまあ 男は大きな声を出して何十ずうずうしい女だべ黙ってとんじは制しておぬいに君は先告、君のところに電話がかかったと言ったね誰からかかったのか友達のところからでございます渋谷におります緒方という人でもう一つ聞くが君はここの主人から嫌なことはされなかったか おぬいは顔を真っ赤にしてうつむいてしまったどうかねはいおぬいは小さい声でございました夜そっと起きたというのは主人に呼ばれたのではないかおぬいはきっと顔を上げて違いますそんなことはありませんでは何のためかねおぬいはハッとしたらしかったが すぐに夜中に家の中を歩いたことはございませんでは書斎にそっと入ったのはそんなこといたしませんおのいが叫ぶように答えた時に一人の刑事が入ってきて何事かを検事にささやいた検事はうなずいてではみんな別室に行ってくださいお互いに話し合ってはいけませんよ京介と龍太を残して、 夫人はじめ奉公人たちは刑事に守られて部屋を出ていった入れ違いに2人の刑事に引きずられるようにして1人の青年が入ってきた見たところ品のいいおとなしそうな青年だがだいぶん抵抗したと見えて髪の毛は乱れネクタイは曲がっていたけしからん青年は引きずられながら怒号した僕を罪人扱いにするなんて 実にけしからん君は樋口昇さんですねそうですあなたは何ですか私は検事です少しお聞きしたいことがあるんですが検事か青年は反抗的に言って何でも答えますよだが罪人扱いするのはやめてくださいそれでは聞きますが は取り合わないであなたは紗理教の色紙を竹中という店に売られたそうですね僕のものを僕が売ってはいけないのですか確実にあなたのものであれば差し支えありませんがね検事はじろりと樋口を見ながら言ったなぜ僕のものではないのですか樋口は真っ赤になって検事に詰め寄りながら言った 紗理教の色紙というのはたった1枚しかないものですしちょうど鮎場が紛失したと訴えた時ですからね鮎場を呼んでくださいあいつ亡くなったなんていいかげんなことを言いやがってけんじさんあなたは紗理教の色紙は1枚しかないとおっしゃいましたがそれは間違いです確かに2枚あるんです同じものがそんなはずはありません いや、ところがあるんです。僕は、死んだ親父から受け継いで、ずいぶん以前から持っているんですが、そんな大した値打ちのあるものとは知らなかったんです。ところが、あゆば家にある色紙が、我が国唯一のもので、国宝以上のもので、数万円の値打ちがあるということを、ある美術雑誌で見たものですから、僕は驚いて、僕の色紙を持って鮎場のところへ鑑定してもらいに来たのです。僕は、 アユバというのは相当の経歴があって元は小塚でちょいちょい鑑定を頼まれたりしているうちについ懲戒の労を取ったりして商売を始めるようになった人と聞いていましたから十分信頼のできる人間だと思っていたんですが色紙を持って鮎バを訪ねたというんですねそれはいつ頃ですか1週間ばかり以前ですよ鑑定の結果はどうでしたか の色紙も見せてもらいましたが全く同一なんですやつは2枚あるはずがないどうも不思議だと言っていましたが結局僕の模造品だというんですしかしそれは鑑定上のことで別に信頼するとかしないとかいう問題はそのあとですよ樋口は大きな声を出して検事を遮った 僕がが帰っったたすぐ後でなななくなったなんてまるで僕に罪を塗りつけようとしているんですあなたが鮎ばのところへ来られてから1日2日後で紛失したことが発見されたようでしたが1一日でも2日でもすぐでも同じことですやつは僕に罪を塗りつけようとしたに違いありません世間ではキョ教の色紙は一枚切りないと信じている その色紙が紛失した。そこへ僕が同じ色紙を売りに出せば僕が盗んだということになるじゃありませんかしかしアユバはなぜあなたに対してそんなことをするんですかわかりませんアユバに聞いてくださいまったくけしからん男です僕はそのことで今朝ここへ来てやつを散々んんとっちめてやったんですところがなかなか謝らないで 何のかんのと弔弁しやがって本当に腹が立って殺してやろうかと思いましたよ帰ってからもむしゃくしゃしてたまらないので昼からやつのところへ電話をかけて待ってください検事は遮って昼からって何時頃ですか2時少し過ぎてましたよいや半くらいかなそうです電話をかけるときに時計を見たから覚えてます ちょうど2時半でした。何と言ったのですかあゆばは出たのですかところが、しっけえなやつです。電話には確かに彼自身が出たんですよ。僕は樋口だと怒鳴ると、やつはうんとかなんとか言ったけり引っ込んでしまって、それからいくら呼んでも出てこないのです。実にしっけえなやつだ。受話器をかけてしまったんですね。ところが、 どうもそうではないらしいのです。受話器をかけたような音もしませんでしたし、その後いくら呼び出しても出ませんし、変でしたよ。うーん。ケンジはじっと樋口の顔を眺めて、あなたが色紙を売られたということを聞いて、そのことをお聞きするつもりであなたを探させたのですが、わかってます。樋口は遮って、その、 変な顔をしている男が言ったのでしょうと竜太を指してその男は僕が竹中の店に行った時にちょうど言い合わせてやはり今のようにニヤリニヤリと笑いながら聞いていましたから誰が言ったかそんなことはどうでもよろしいとにかくあなたを探させていたのですがその間に鮎場さんが亡くなりましたねえな亡くなった 死んだのですかええ他殺の疑いがあるんですしまったもう紗理教の色紙が2枚あったことを証明してくれるものがない誰かあなたが持っていたことを知っているものはないのですかありません僕は45年来あの色紙は誰にも見せませんでしたから45年以前のことじゃその間に僕が手放さなかったという証拠になりませんからね この時に室外が急に騒がしくなった。手塚さんはどこにいるか？何検事がいるって。それはなおさら好都合です。どこかどこか？そう言いながらあたふたと入ってきたのは小太りに太った老紳士だった。部屋の中にはいつの間にか伝統がついていたが、老紳士の見事なハゲ。頭が伝統に照り生えて美しく光って見えた。 やあ、手塚さん。老紳士は竜太に向かって。よく知らせてくだされた。ちょうど熱海に行っとったもので、家の者から知らせがあるとすぐ飛んできたのじゃが。と今度は検事の方に。わしは堀見新道といいましてな。名前くらいはあるいはご承知かと思いますが。いろいろと事業をやっていましてな。 俊敏が骨董いじりでな。あゆばさんとは親しいなじみじゃが、あゆばさんは本当に死んだのですかいな。ええ、検事はうなずいて。返事です。多殺の疑いがあります。かわいそうに殺されたのですか。ええ、殺されたにせよ死んだ人はそれでいいが、わしは大変じゃ。 わしはなああばにうんと投資しておる。実はわしはな最初はあいばを相当信頼のできる鑑定忍者と思うて付き合いを始めたのじゃがああばはな鑑定の方はともかく品性は一向信用できない男でな半分はまやかし者を売りつける。もっとも相手は大抵外人じゃから。 まあよかろうと思ってわしは資金を貸していたのじゃこの家にある骨董品は大方わしの所有物じゃところがそれ別に帳面も何もこしらえてないから鮎場にころりと死なれては証明のしようがないしかし賢治は遮って鮎ばは大変な金持ちだということですが とんでもない。堀見は手を振って「鮎ばも時々骨董で悪儲けをするし地道にしていれば大分ためたろうが相場に手を出しちゃやり損なってな負債こそあれ、ね、財産など一文もない」「紗理教の色紙を手に入れる時もわしは5万円の小切手を書いたのじゃ」「もっとも」 大津というブローカーの手を通じて、右から左に15万円に売れるという話じゃから、わしも金を出したのじゃが、その色紙は盗まれてしまうし、手塚さん。と呼びかけて、わしの損害はいくらともしれん。まったく大変ですわい。他殺の疑いがあるのですが、検事は言った。 取引上のことで恨まれているとかなんとかお心当たりはないでしょうかさあかなり偽物をつかましていますからな恨んでいる人間もありましょうがそんなことで殺すところまで行きますまいて鮎ばはなかなか達者でしたからな何か女のことで恨まれているのではありませんかなではその方にお心当たりは いやいや、と手を振って一行どうもわしはその方のことはさっぱり察しが悪くてなあゆばがどういう女にどうしているかということはちっとも知りませんのじゃ口と堀水とが部屋を出たあと んじは京介に23の尋問をして京介が差し出した例の答書をしばらく眺めていたがやがて刑事を顧みて「陳を呼んできたまえ」台湾人はおどおどした態度で入ってきた「お前は」検じは陳の様子を観察しながら言った「ここにどれくらいいる」と言ったっけな「ふた月です」 その以前はどこにいたりんという台湾の金持ちの家に下男をしておりました。お屋敷は目白です。なぜそこを辞めたのか返事をしないか金少し使い込んでやめました。うんではリンの家では下男ではなかったのだなはい。 しのたで会計をやっておりました解雇されましたのでどうしようかと思っていますとちょうど新聞にここの家で庭男が欲しいと広告が出ていたので少しは庭仕事の心得がありますのでやってきました。あゆばはお前を台湾人と知って雇ったのだね。 はい、台湾人と聞くとしばらく考えておられましたが今に台湾の金持ちに骨董を売るようになればお前はもっと役に立つだろうと言ってすぐ雇ってくれましたお前は字が書けるねはい思いがけない質問だというふうに仁は検事の顔を見上げた じゃあ、とつ書いてもらおう。えー、っと人殺しがあってね無実の罪を着そうな人があるから助けてもらいたいとそういうことを君の文章にして書いてくれたまえそう言ってんじは用意の筆と巻紙等を出したんは何のことやらわからないというふうにしばらくもじもじしていたがやがて達筆に書いた人殺しがあって 無実の罪着る人できる助けてくださいうんんじは巻髪を取り上げてお前はこれと同じことを書いた覚えがあるだろうんはポカンとして検事の顔を見た隠してもダメだよんじは声を強くしてお前は新聞社に投書したろう 何のことですか？わかりません。なぜ隠すんだ証拠があるんだぞ。これをごらん。けんじは京介の差し出した東証を陳に突きつけた。ちんはじめ不審そうに投資を見たが、次第に目を丸くして驚愕の色を表して。覚えありません。こんなもの描いた覚え私ありません。 嘘を言ってもだだぞ。すぐわかることだどういうわけでこんな投資をしたか言ってごらん存じません存じませんお前は鮎葉が誰かから狙われているのを知っていたのだろうどうかそうそんなこと知りませんんは慌てて打ち消したが明らかに老媒の色を表していた 本当のことを言えというのにケンジは一括したけ決してか隠しはしませんわわたしはここへきてやっとふたつきですからなんにもわかりませんししかしちょっとおかしいことありますひとつきほど以前来た女中さん怪しいですそれから あゆばさん誰かから脅迫されていました証拠ありませんがそんな気がしますその脅迫していた人間は誰か知りません見たことも聞いたこともありませんあゆばさん誰かから脅迫されているそんな気がするだけですそれで投書したのだね 当初しません。私知りません。誰か私の手まねて書いたのです。脅迫している人間の名を言いたまえ。知りません。ではなぜ投書などした投書知りません。うん。検事はんをにらんで。また後で調べる。と刑事に。 この男は一人どこかへ置いておいてくれたまえそう言って検事は立ち上がって現場をもう一度調べてみよう現場を調べる間京介は部屋の外に待たされたが中はよく見えたので別に何の得るところもなかったことがよく分かったなるほど検事の声が聞こえた この送話跡の筒の中に毒ガスを入れたゴムの袋が入れてあったんだね受話器を外すとちょうどゴムの袋の口のピンチコックが外れるようになっているどうも恐ろしい計画だ前もって午後に電話をかけると言っておいてそっとこの仕掛けをしたんだねさあ司法主任の声だったこの仕掛けをした以上は 誰からかかってきても毒ガスは出ますから時間を約束しても他からかかってきたらなるほどそういえばかかってきた電話だけでなくこっちから予防として受話器を外しても毒ガスは出るわけだかえって犯人がかけない方が嫌疑を逃れるわけだねしかしあいにくどこからもかかってこないかもしれませんからやはり犯人はかけてはみるでしょう なるほどそれもそうだしかしそれならば別に2時半と限定する必要はない当初には明らかに2時半とあり樋口もちょうど2時半に電話をかけたと言っている偶然の一致でしょうかいやそうではあるまいこの2時半という時間には何か意味があるよしかし樋口が犯人としても内部に共犯者があるに相違ない 樋口は書斎に忍び込んでこんな仕掛けをして逃げるということはできんからね共犯者は雨宮おぬいという女中それからあの台湾人の下男のうちでしょうね夫人とあの飯炊き女はまあ県議の外でしょうあるいは3人とも共謀かもしれんしあるいは樋口と別個に3人のうち1人の犯罪かもしれん ちんのほには動機ははっきりしないがねとにかく天宮おぬいちんとこの3人の樋口に対する関係を笑えば凶暴かどうかということがはっきりするだろう何にしてもちんはもう少し深いところを知っているに違いないもう一度厳重に調べようその前におぬいをもう一度調べてみよう そう言いながらは部屋の外に出た。すると一人の刑事が来て検事に電話のかかってきたことを知らせた「玄関の電話は大丈夫だろうね」「毒ガスなど飛び出しはしないだろうね」検事は冗談のように言って玄関へ行ったがやがて妙な顔をして帰ってきたそうして元の応接室に入ってたばこに火をつけて ぼんやりと煙の行方を眺めいったおぬいを連れてきましょうか。司法主任が言うとんじは首を振って「いや」と言ったがすぐ思い返して「そうだね」「呼んできてもらおうか」「おぬいは刑事に守られて音もなく入ってきた」検事は急に丁寧な態度になって まあ、おかけなさい。ご苦労でしたねあなたは本当のことを言ってくださると信用しますがあゆばは何か怪しいことがありましたかはいおのいは以前に代わってはっきりした態度ででもまだこれという証拠は握れませんので外人関係であゆばを殺しそうな人間はおりませんか心当たりございません 鮎葉は誰かから脅迫されていたらしいということですが誰がそんなことを申しましたか実は私もそんな気がしましたしかしその人間はまことに巧みにやっているので脅迫らしいというだけで何の形もありません電話もかかってきませんし無論文書などよこしませんし捕まえどころがありませんたとえその男の名が分かりましても 全然証拠がなくきっと罰することができないでしょうと存じます脅迫の種は何ですか種はいくらもございますわ相葉は外人と取引してスパイの権威があったりまやかし者の骨董品を売りつけて詐欺同様のことをしておりますから天宮という人はどうですか男みたいなことで大丈夫だと思います チンはどうですずるいところはありますがでも殺人をするようなしかし電話機に仕掛けをすることのできるのは雨宮かチンのほかにないのですがまさか婦人や飯炊き女ではありますまいそうおっしゃればそうですけれども私にも分かりませんわありがとうおぬいが出ていくと検事は司法主任に。 あの女はスパイなんだよえスパイうん相場が外人との交通が激しくスパイの疑いがあるので入れてあるんだつまりスパイのスパイさ外務省の女事務員だそうだ外国語がわかるのだね選抜されたんだって今外事課から知らせてきたよそれで県議の外というわけですか 残ったのは雨宮と陳と樋口とですねその三人が連れて行こう厳重に調べることにしよう検事がそう言った時に突然竜太が遮った待ってください三人を降印する前にわしの言うことを聞いてください六記者語らず 検事はびっくりしたように、一旦浮かした腰を落ち着けながら。何ですか、いうことというのは。先ほどからいろいろとお調べの様子を伺っておりましたが、検事殿ののは、あゆばが他殺であると断定して尋問されているようじゃが。無論です。あゆばが自然死でないことは明白です。しかし、他殺とは限るまい。 過失ででないことは明白です。また自殺でないことも明白です誰が自殺をするのに電話機の中に毒ガスを入れ複雑な仕掛けをして受話器を握って死にましょうかそれに一辺の遺書もなくまた鮎馬には自殺すべき原因がないとは言えますまい龍太は遮って。 現に先ほどの堀見さんの話では相葉は,は見かけと違って一問出してすでに破産が迫っているその上に負債はあるし聞けば何か凶悪されているらしいし金もうけと思った紗理教の色紙は盗まれるし妻は病床にあって皮と骨になりながら激しい嫉妬を続けているし秘書も女中も思うようにならず まさに八方塞がりではありませんか自殺の理由は山のごとくありますてしかし誰が自殺をするのにあんな複雑な手数のかかる方法をとりましょうかそこですわえ仮に今まで調べられた参考人の言葉をあまり疑わず全部本当だとすると誰も書斎に入って あんな仕掛けのできるものはないじゃありませんかじゃあ誰がしたというんですすなわち鮎ば自身ですうんではあの当初はむろんゆばの技術ですゆばは自殺をして他殺と見せかけたかったそれであんな複雑な方法を考案したのです 多殺ということを強調するため、また現場を早く発見させるために、あんな偽物の投書を書いて三時頃新聞社に付くようにしたのですわい。何のために自殺を多殺と見せかけようとしたのですか？ある人間に権義をかけるために。日口にですか？いや、日口は偶然に電話をかけたのですわい。 それをあゆばはてっきり嫌疑を負わせる相手だと思って毒ガスを吸って死んでしまったのですよ相手には2時半に電話をかけなければならないようにしてあったのですわいその相手というのは誰ですかあゆばが恨み骨髄に徹している男何分まず命を絶って復讐しようというのですからだ。おそらく その、あゆばを脅迫しているとかいう男でしょうて。わしは知りませんがね。はははは。それじゃあ、ちっとも証拠にならない。しかし、他に考えようはないでしょう。井口や雨宮やんをいくら責めても、より以上のことは得られないでしょうて。井口はかわいそうに、偶然の犠牲ですわい。実を言うと、 樋口の持っていた色紙が本物で鮎馬の方が偽物ですって鮎馬は偽物をおとりにして堀見から5万円を引き出しさらに大津に15万円でつまそうとしたところ思いがけなく樋口が本物を持ってきた偽物だと言って踏み倒そうとしたが樋口が応じないで持って帰ったので もしこの本物をよそへ持っていかれると鮎葉の持っているのが偽物だということがばれるので先手を打って紛失したと発表したそうすると口の持っているのが本物と鑑定せられれば鮎葉のを盗んだことになるし偽物ということになれば手を回して安く買い取ろうと他人の迷惑などは一向お構いなし 自分に都合のいいことを企んだのです樋口が怒こるのも無理はありませんわいおうん検事はうなって司法主任の顔を見た司法主任は竜太の言うことがもっともだというふうにうなずいてみせた「東都新聞」への投書は義出だということがまもなく判明し 鮎馬が隠しておいた紗理教の色紙も家宅捜索の結果現れさらに現場の参考人との綿密な調査の結果鮎馬は自殺と決定して樋口雨宮陳の3名は帰宅を許された「東都新聞」が他者を抜いた加害者のない殺人事件は非常なセンセーションを巻き起こし羽田京介と桜沢百合子は特別の賞与をもらった ただ京介は事件のあった日の帰りがけ竜太がそっと彼の耳元にささやいた次の数語だけは新聞にも誰にも発表しなかったわしはね若い新聞記者さんあゆばからね今日の午後2時半どんなことがあっても電話をかけるようにと言われておったのじゃよ。<laughs> 京介 <laughs> は今でもこの時の竜太の大口あいて自分の鼻を飲み込もうとする厄惑な笑い顔を思い出しては新たな旋律を感じるのだった。